おっそら勇者、今回は、ちょっと準備とかいろいろできなくて、こいつで済ますことにしたわ。ビクトリー・バルキリー VB のドライバー、この下のパーツね。バリアブル。こいつは、シュートした角度によって動きを変えられるラバー軸を装備し、スタジアムに強力にグリップして高速攻撃を繰り出すアタック系ドライバーなんだけど、使えば使うほど、ここ。針山、ああ、見えないかな。針山が削れてって、能力が変わってくんだお。それが、なんだっけ、コロコロかな？なんかに、100回、200回、300回で変わってくって書いてあったから、ちょっとやってみるお。だらだらと長くなっちゃうとあれだから、100回おきぐらいに動画撮っていくお。で、今こいつ合計で25回ぐらい回してると思うんだけど、あんまり先のこの針山崩したくなかったから回さなかったんだけど、まあ、崩す仕様ってことで、今回はがっつりやっていこう。で、このスタジアム平たいから、一応ラッシュシュート打っても、ダメだった。まあ、適度にやっていこう。100回。ゴーシュー。なんか、おとなしくなっちゃったお。200回。ゴーシュー。ちゃんとハマってなかった。ゴーシュー。あ、そういえばラッシュシュート打ってないのにラッシュシュートみたいな動きになってきたような気がしないでもないような気がする。なんか200以降変わらないような気がしてきたから、ちょっと思いっきり打つようにして。だいぶ平たくなったわ。横の、ここの部分が傷つきまくり出してきたわ。じゃあ、300回の、いくわ。よーし、ちゃんとハマってない。あれ？ちゃんとハマってないの？よーし、が、普通に打ったのにこれだわ。なかなか。せっかくだから、400回だわ。もう、ほとんど、横から見ると真っ平らだわ。まあ、でこぼこしてんだけどね。すげえことになってるわ。これ、ほとんど動かない平たいスタジアムなんだけど、普通に打っても、ゴーシュ！普通のスタジアムじゃもう使えないんじゃん。まあいいや。というわけで、ちょっと、ベイバトルしてみるわ。ベイブレード始めよう。目指そうぜ、最強のブレーダー。急に歌うお。人、誰だって持ってんだ。勝ちたいって感情と。君だけのベイブレード、そう。向き合った表情に強くなりたいって。気持ちがほら渦巻いてんだろう。シュート回り出した夢の鼓動、熱く弾け高鳴り合う。絶対勝つんだっていう本気の思い同士がぶつかったら絆が生まれるのさ。決定的瞬間追いかけよう、一緒にもう止まらない決めるのさ。最強バスト、フィニッシュ、3、2、1、ゴーシュー。ってわけで、チャオ。